街角に流れる歌声に誘われて、今夜も夜の扉を開けるのだ。よし、今夜はこの店にしよう。人生酒場、歌は世に連れ、ままに連れ。乾杯。さあ、ブーの人生酒場、横須賀にありますスナックジュンジュンさんにお邪魔してます。ジュンコママ、よろしく。よろしくお願いします。周りがもうものすごいスナック街で、そうですよ、それぞれ特色があるようなお店が、ちょっと昭和っぽい、昭和いいよね、この風情ね、残さなきゃいけない風景なんだけど、スナックをね、そう、スナックもね、いやでもね、なんか2階ちょっと上がったらね、これだけのスペースがあるお店っていうのもね、入り口と中と感じが違うと思うんですけど、そう、ね、階段狭くて急でこれやべえなと思ったんだけど、あれ年何人ぐらい死んでるんですか、この階段で。そうですね、大体皆さん生かして返します。生かしてね。ちょっと気になったのがね、この奥にね、ちょっとなんか秘密の怪しい部屋が、ちょっと炙り小屋、あすごい、あちょっと電気つけてもいいですよ、そこ踏み際で。お家の調節どういう形になってんだろう。私が言うと寝ちゃう部屋ですね。まあ、もちろんこの店名のジュンジュンというのはこのジュンコジュンコで来てるわけだよね。そうですね、うん、なんでジュンにしなかったの。ジュンジュンにジュンってお店があったし、うん、ジュンコってお店もあったし、で真ん中にいる彼が私の友達の同級生の息子なんですけど、へえ、でジュンちゃんって言えなくてジュンジュンって言ってたから、それを思い出してジュンジュンしました。じゃああの息子がこんなちっちゃい頃から知ってるわけだよね。そうなのよ。へえ、すごい関係。作ってる時から知ってる。それはないから。すごいなぁ。でもすごい長いお付き合いになっちゃうわけですね。そうですね、うん、28年の付き合いです。28歳、28歳、ね、他にも店があるだろうにここに来ちゃうんだよね。いい。さあ、じゃあ純子ちゃん、今日何を歌ってくれるんでしょうか。会いたいにする。会いたい、思い出の歌ね。思い出の歌、これなんで、どういう思い出があるの。同級生が48で亡くなって、あ、内容とちょっと被るものがあったんで、あ、好きですね。あ、そうか。一時よく泣いて歌ってましたけど、今はもう泣かないね。え、そういう別れがあって、そういったところを乗り越えて今の純子ママがいるわけだよ。こんな話言ってんの。夢のように死んでしまったの。今年も海へ行くっていっぱい映画を見るって約束したじゃない。あなた約束したじゃない。ありがとうございます。全日本スナック MA 推薦店でございます。はい、すいません、バイバイ。ありがとうございます。ありがとうございました。抱いて欲しい。